市競技場の岐阜メモリアルセンター岐不正流国体大会本部、岐阜不正流国体メイン会場、デッキ場岐阜不正流国体陸上競技岐不正流国体陸上競技岐不正流国体陸上競技岐不正流国体聖火台儀、不正流国体陸上競技。背後は、金華山和ギフトホテル岐阜不正流国体メイン会場、屋台スペース東日本大震災復興支援六67回。 国民体育大会とは2012年に岐阜県を中心に開催された。岐阜県で国体本大会が行われるのは第20回岐阜国体以来47年ぶりに止め。また第12回全国障害者スポーツ大会、岐阜清流大会も合わせて開催された。冬季大会は岐阜県でスキーとスピードスケートを表情競技の一部を愛知県で開催した。 岐阜清流国体2007年8月4日に、一般応募作品1万74件の中から、選ばれた。他候補として、我が愛ゆ岐阜国体、岐阜我が愛ゆ国体、清流岐阜国体、岐阜清流和歌愛国体などがあった。なお、愛知県会催文については、夢リンク、愛知国体の愛称が付けられている。輝け羽畑誰もが、主役2007年8月4日に、 一般応募作品九千四百五十七件の中から選ばれた。他候補として、感動役躍動今指導。君よ、明日の風になれ、羽ばたけ君よ大空に、フィールドの風となれ、輝く君と出会いたい。などがあった。絵描けリンクに、君の夢一般募集した応募作品の中から入選作品を決定し、そのうちの最優秀作品として二千十年六月二日に、 正式決定された。みなも2008年6月13日に、岐阜県内にて活躍しているデザイナーによる作品92点の中から日々の活彦ら審査員によって選ばれ披露された。キラキラ輝く川の水面に住み、岐阜の地とスポーツが大好きな妖精という設定で、岐阜の清流を水色、人々の笑顔や太陽を着色、その2色をストライプで表現したデザインのマスコット。 国民体育大会終了後は、岐阜県のマスコットとして活用されており、2013年4月からの使用条件緩和で、商業利用料を無料化し、県外のイベント等にも登場。2013年4月28日からは、それまで J リーグで唯一公式マスコットが不在だった FC、岐阜の応援マスコットとして、ミナモが起用されている、岐阜県外の会場地、公開競技、 ありがとうございます。